誰？あ、家庭教師の先生？玄関に知らない人の靴があるから。変だなぁと思ってたけど、まさかお母さんと二人で私を騙そうとしてるんじゃ。ほら、やっぱり。だって私そんなに成績悪くないし、家庭教師なんて必要ないです。そりゃ別に良い方でもないけど。英語と数学とあと世界史は確かにいつも補習に呼ばれるかな。でも世の中勉強が全てじゃないって思います。そうですよね。じゃあ本当にあなた誰なんですか？ねえお母さん、部屋に家庭教師の人がいるんだけど。お母さんにこのままじゃ大学どころか就職もできないって言われた。先生もそう思います？やっぱり？うすうす、そんな気がしてはいたんだけどね。あ、でも、だからこそ先生が来てくれたんですよね。よかった。じゃあ、安心だね。ところで先生、勉強の前に聞きたいことがあるんだけど。先生っていくつ？好きな食べ物は？休みの日は何してるの？あ、いきなりだったかな。あのね、
勉強だけじゃ味気ないから、先生と話もしたいなって。ダメ？本当？じゃあ勉強の後はおしゃべりタイムね。じゃあ先生の座る椅子これね。やるとなったら私頑張るから、明日からよろしくね先生。つながってよかったです。生徒さんのお母さんからご連絡がありました。面談うまくいったみたいですね。では明日からレッスン開始でお願いします。あ、念のためレッスン内容のご説明をさせていただいてもいいですか？わかりました。ご存知かと思いますが、我が社では最新式の教育方法をもとに、その生徒さんの潜在能力が最も引き出されやすいレッスン内容を分析して弾き出し、担当される先生にお渡ししています。今回ひかりちゃんのために用意したレッスン内容は科目ごとに様々です。中には少し変わったものもあるみたいですが、とにかくどんな能力を伸ばしていけるかは先生の選ぶ科目次第ということです。あとレッスン中にどういう方針で指導するかは先生にお任せします。生徒さんのことを考えて科目に合った指導をしてあげてくださいね。はい、とりあえずこんなところで大丈夫でしょうか？明日になったらスマホのトーク画面にもいくつかレッスンのアドバイスを投げておきますね。あと先生、家庭教師で一番大事なのは生徒さんに愛情を持って接することですよ。仲良くなってレッスンの時間が楽しくなればやる気だってすぐ出ます。愛のあるレッスンを心がけて明日から7日間頑張りましょう。ではまた。先生おはよう。先生の決めた教科の通りに勉強すればいいんだよね。わかった。よし、今週こそ頑張るぞ。
じゃあ休憩ね。先生も食べる？何？私スタミナはある方だし、まだまだいけるよ。それより先生は大丈夫？いつも私の面倒を見てくれてるもんね。あのね、先生だって辛い時とかしんどい時は休んでいいんじゃない？私に任せて。どっか一緒に連れてってあげる。休憩しちゃったね。この後どうしよっか。結構ハードだったよ。暑いし。タオル持ってくればよかったな。もう汗だくだよ。先生、それ取って。ありがとう。今年は暑いよね。今日は海風もないし。本当？じゃあおいで。危ない。もう。もう、やるならちゃんと仰いでよ。今日もおしまいっと。先生、明日もよろしくね。
ねえ先生、どうして今日は外なの？そっか、なんか不思議な感じだけど、こういうのもいいよね。先生の教え方ってなんか独特だよね。イメージしてた家庭教師とは違うというか。でも楽しくできそうだし、先生の教え方きっと私には合ってるんだよ。それじゃ今日もレッスンよろしくお願いします。こんなところかな。じゃあ一旦うちに帰ろっか。ねえ先生、この辺蚊に刺されてない？あった。ごめん先生、塗ってくれない？この辺なんだけど。ちょっと先生、そこは違うでしょ。うなじのあたりだよ。そこそこ、もういいよ。すっきりした。ありがとね先生。夏は蚊に気をつけなきゃね。じゃあ続きしよっか。じゃあ今日は終わり。明日もよろしくね先生。
先生おはよう。じゃあ始めよっか。そろそろ休憩だね。どうしたの？私、朝にいっぱい食べないと昼まで持たないタイプなんだよね。だからちゃんと3食食べてるよ。学校ある時なんかこっそり早弁してるし。あ、結構休憩しちゃったね。この後どうしよっか。お母さんがケーキの残りがあるって言ってたんだよね。ちょっと待ってて。はい、お待たせ。ねえ先生、
あーんってしてあげよっか。おいしい？じゃあ次は先生の番ね。はい。はあ。うん。うん。おいしい。なんか、やっぱり恥ずかしいね。はい、今日の授業はもう終わり。またね、先生。
先生、今日もよろしくね。じゃあ休憩ね。何？ちょうどこの前みんなでプール行ってきたんだ。写真見る？ね、結構いいところでしょ。先生も行ってみてよ。あ、結構休憩しちゃったね。この後どうしよっか。今日はこんな感じかな。またね、先生。先生、起きた？驚いたでしょ。実はうちのお父さんね、ここの店長さんと友達なんだ。で、ちょっと場所を借りに来たんだけど、先生が居眠りしてたからびっくりさせようと思って。ねえ、どうかな、この服学校で準備したやつなんだけど、よくできてるでしょ。だよね。この服着るのも大変だから、褒めてもらわないと割に合わないよ。今度ね、秋に文化祭があって、クラスで喫茶店やろうって話になったの。それで私だけこっそり先に練習してみようかなって。で、店長さんに頼んで貸してもらったんだ。ほら、ここのお客さんっていたとしても先生くらいだし、せっかくだし先生、練習台になってよ。ん？いいの？やった！先生暇そうに寝てたもんね。お客様じゃなくて、ご主人様、何かご注文はありますか？ちょっと先生、変なとこ見てない？はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。お店のは出しちゃダメなんだけど、さっきコンビニで買ったケーキがあった。あとはこれでいいよね。あ、せっかくだし先生、サービスしてあげよっか。はい。美味しいでしょ。あ、でもこれはさすがにお店でやらないか、
なんか余計な感じのことまでしちゃったね。先生、もしうちの文化祭に遊びに来ても、今日のことは秘密だからね。先生おはよう。じゃあ始めよっか。そろそろ休憩だね。どうしたの？あれ、行ったことなかったっけ？
ソフトボールだよ。私体動かすの好きだし。うちの部は練習もきちんとやるけど、割と楽しくやろうって雰囲気だから好きなんだ。だからまだやめたくないんだよね。あ、結構休憩しちゃったね。この後どうしよっか。じゃあ今日は終わり。明日もよろしくね、先生。もしもし先生。ごめん、さっき先生が帰る前に話そうと思って言いそびれちゃったんだけど、今日花火大会があるのって知ってる？あ、もしかしてもう見に行く予定だった？そうじゃなかったら私見に行きたいなって思ってたんだけど、たまたま友達もみんな予定があるみたいで。本当？いいの？やった！それじゃあうちの近所の神社から見ようよ。あの神社、花火がよく見える穴場らしいんだ。集合場所はあそこで。それじゃあ、私着替えてから行くから、遅れるかもしれないけど先行ってて。じゃあね。先生、ごめんね、遅れちゃって。浴衣なんか久々に来たから時間かかっちゃって。おかしいところないよね。それで先生、残り物なんだけど、線香花火があったの。一緒にやろ。はい、火つけてあげる。じゃあ私も。きれい。うまく落とさないようにしなきゃ。まあいいよ。ここも暑いかと思ったけど、海からの風があるから涼しいね。あ、夜の海真っ暗。やば、始まった始まった。なんか先生、付き合ってくれてありがとね。先生だって他の人と来たかったかもしれないのに。
って感じがするな。漫画の世界だとこういう時にカップルがそっと手を繋いだりするシーンだよね。私のシーンはそういうことがあったりするのかな。これで終わりかな。なんか変な感じ。先生とはついこの前に会ったばっかりなのに、なんで一緒に花火大会に来てるんだろう。なんかおかしいよね。でもありがとね先生。じゃあ帰ろっか。
お待たせ先生。さあ今日も張り切っていきますか。こんなところかな。じゃあ一旦うちに帰ろっか。お母さんがケーキの残りがあるって言ってたんだよね。ちょっと待ってて。はい、お待たせ。ねえ先生、あーんってしてあげよっか。おいしい？じゃあ次は先生の番ね。はい。はあ。うん。おいしい。なんかやっぱり恥ずかしいね。はい、今日の授業はもう終わり。またね先生。
お待たせ先生。今日の科目は、うん、わかった。テスト前日だからね。頑張るよ。じゃあ休憩ね。何？レッスンでわかんないことは大体その場で聞けてるから多分大丈夫なんだけど、本番までに全部覚えきれるか不安かな。あ、結構休憩しちゃったね。この後どうしよっか。結構ハードだったよ。暑いし。タオル持ってくればよかったな。もう汗だくだよ。先生、それ取って。ちょっと先生、ほんと今年は暑いよね。今日は海風もないし。ほんと？じゃあおいで。もうちょっとお願い。ありがとう先生。気持ちよかったよ。先生も暑いでしょ。今度は私がおいであげよっか。それじゃあ先生、今日はありがとうございました。Thank you.
もしもし先生、あのテストの結果が来たんだけど、今からうちに来れる？わかった、待ってるね。じゃ。先生こんにちは。ありがとね、わざわざ来てくれて。あ、うん、まあまあって感じだった。悪くはなかったんだけど。あ、前の成績より良くはなってたんだ。だから部活やめないでいいかお母さんに交渉してみるつもり。まあダメ元だけど、もうちょっと時間があればな。1週間だけの先生だったけど、ありがとね。先生もこの町にいるんでしょ？またどこかで会うかもね。じゃあ、またね、先生。本社の鵜飼です。宮本ひかりさんの担当ありがとうございました。早速なんですけど、今回の依頼の結果は1週間という節目で考えるのでしたらこんな感じですよね。とはいえ、ひかりちゃんの将来のことを考えると、もう一歩、たとえ7日間の短期コースでも、もうちょい上の結果にゴールさせてあげたかったなって気もします。まだ先生も今回のレッスン教材に慣れていないのかもしれないですけど、生徒さんとのコミュニケーションの量が十分だったかとか考えたいところですね。雑談だって大事ですし、教える時に話の種を用意しておくことって大事だと思うんです。ああ、でもがっかりしないでくださいね。先生は愛を持ってレッスンできる人だって私信じてますから。先生の愛情は教え子に必ず通じます。愛の力でファイトです。ひかりちゃんもまた教える機会があるといいですね。きっといい子だと思うので。あ、じゃあまた次の依頼があったらお電話しますね。